カリストゥス3世は、ルネサンス期のローマ教皇。スペインのボルジア家出身で、本名は、アルフォンソデ・ボルハ。後の教皇アレクサンデル6世は、老いにあたる。スペイン・バレンシアのシャティバで誕生。生まれた年に、教会大分裂が始まり、アビニョン対立教皇クレメンス7世の側近、ペドロデルナの補佐ビセンテ・フェレールが、バレンシア各地で、 アビニョン支持を呼びかける演説を行っていた。その際、偶然出会ったフェレールから将来出世すると予言され、両親の後押しもありレリダの大学で法学を学び、1394年にベネディクトゥス13世が選出されると恩恵に預かり、レリダ大聖堂参事会員となり、ベネディクトゥス13世に仕えた。やがて外交官として、 アラゴンをアルフォンソ5世に仕え、ベネディクトゥス13世が、教会大分裂収束に伴い孤立していく、中宮の帝に軸足を移し、1429年に、ベネディクトゥス13世の公認の対立教皇、クレメンス8世の大義に功があったとして、ローマ教皇マルティヌス5世から、バレンシア主教に任命された。以後は、ナポリエンセへ向かうアルフォンソ5世を補佐しつつ、 故郷のバレンシアで過ごし、1444年にエウゲニウス4世から数奇教に任命されると、アルフォンソ5世の代理として、ローマへ移住、姉妹2人が産んだ3人のおいを、バレンシアの後遺性職者に取り立てている。また、1441年に諸子フランシスコを設けたとされている。1455年、ニコラウス5世の没後のコンクラーベで選出。 カリストス三世を名乗った。彼の選出は、コンクラーベで争ったオルシーニケとコロンナケの妥協案として、76歳の老齢で痛風に、苦しみ余命へ行くばくもないと思われていたため、中継ぎとして決められた結果であった。知性では、スペイン出身者を周囲に集めたため、ローマ市民を憤慨させたという。自身の出世を予言したフェレールを、劣勢。 ジャンヌ・ダルクの復権裁判を行い裁判判決を覆す一方で、ネポティズムも行い、1456年に二人の、親を、数奇教に投用した。妹、イサベルの息子、ロドリーゴ・ボルジアと、姉、カタリーナの息子、ルイス・フアンデ・ミーラを、数奇教に投用しただけでなく、ロドリーゴの弟、ペドロ・ルイスを教会軍総司令官、スポレート公に任じて、 大衆の怒りを増大させた。また、ニコラウス5世は十字軍に当てるべき費用を、教会の修復や芸術、文芸に費やしたとして非難したといい、独自に艦隊を編成し営化界へ派遣、トレビゾンド帝国のヨハネス4世と同盟するなど十字軍結成に力を尽くしたが戦果を上げられずに終わった。ハンガリーとアルバニアでは、オスマン帝国に対して、 フニャディアーノュやスカンデルベグなどの英雄が活躍したが、フニャディ死後のハンガリーは内乱が起こり、ドイツではカリストゥス3世が先備補填のために臨時税を徴収したことで不満が渦巻き、元主君アルフォンソ5世ともイタリアの権益をめぐり対立していった。教会内部でも不祥事が起こり、アルマニャック白ジャン世が実の妹と結ばれることを許可したという直称。 証書院の役人が作成、多額の謝礼を受け取るという事件があった。カリストス3世の死後事件は発覚したが、関与が疑われたロドリーゴは、無実と判定された。1458年6月27日に、アルフォンソ5世が死亡、諸子フェルディナンドへのナポリ継承を認めなかったことで、ナポリをボルジア領にするのではないかとの噂が流れたが、八月六日に、 カリストゥス3世が79歳で没したため、ボルジア家に対するローマ市民の怒りが爆発して、暴動が起こり、ボルジア家をはじめスペイン人は、ローマを逃げ出し、ペドロ・ルイスは逃亡した後休止した。しかしロドリーゴは、ローマへ引き返し、次の教皇ピウス2世を支持したため地位を保ち、教皇庁で勢力を固め始めた。クルーラス、P12P15。P ABCDE バンソン P139 クルーラス P15P28 バンソン P135 クルーラス P34P36 スチュワート P189AB スチュワート P190 クルーラス P36P41P45 クルーラス P45P53 堀越 P120 P176P177 スチュアート P189P190 クルーラス P62 クルーラス P53P56 ありがとうございます。